ビルヘルム・フォン・プロイセンは、プロイセン王国の王族、軍人。全名は、フリードリ・ヒビルヘルム・カール。フリードリ・ヒビルヘルム2世の4男で、フリードリ・ヒビルヘルム3世の弟。ビルヘルムは1783年7月3日に、ポツダムで、フリードリ・ヒビルヘルム2世とその日であった、ヘッセン・ダルム・シュタット・ホーハク・ルートビヒ九世の娘、フリーデリケの間に第7子として生まれた。 1799年から彼はこの絵に仕官し、アウエルスタットの戦いでは、騎兵隊を指揮した。また、1808年のエアフルト会談には、プロイセン代表として参加している。1813年の解放戦争では、ビルヘルムは、ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘルの司令部に入り、リュッンの戦いやライプツヒの戦いでは、ブリュヘルのもとで、騎兵隊を指揮した。 ビルヘルムは1830年から1831年までライン州の総督を務めた。ビルヘルムは1851年9月28日にベルリンで死去し、ベルリン大聖堂に葬られている。ビルヘルムは1804年1月12日にベルリンでヘッセン・ホンブルク・ホーハク・フリードリヒ五世の娘、マリアンネと結婚し、以下の4男4女を設けた。 ありがとうございます。